自由度はゲーム、特にコンピュータゲームにおいて自由に変化させることのできるものの度合いを指す概念である。一つの系の変形しうる度合い。ある物理系の運動状態、または平行状態を表すのに必要な任意に独立に変化させることができるものの数。評価するものの主観や自由の定義、同シリーズや類似システムを持つ作品との相対的な 評価で表され、明確に定義はされない。いろいろな楽しみ方ができる程度の意味で、自由度が高いという表現が用いられることもある。しかし、ゲーム雑誌やゲーム関連サイトの紹介記事で、用いられる、自由度とは、ゲームシステム上の自由度、すなわち、プレイヤーの取り得る行動の範囲が広く、かつその選択が結果に反映される度合いを示している、ことが多い。 ゲーム雑誌などで自由度が高いと表現されるゲームは、次のうちいくつかの総合的な多様性の特徴を持つ。コンピューターゲームには、遊戯と映画の二つの面があり、このどちらに重きを置くかで自由度が異なってくる。例えば、遊戯に重きを置く、大富豪では、地方ローカルルールに見られるように多様性が含まれていて、自由度が高くなっている。 またテーブルトーク RPG に関しては、シナリオを進める上で将来が決まっておらず、シナリオからストーリーを作り出すことで多様性が担保、されている。一方、初代ドラゴンクエストを例にとると、竜王を倒すという最終目標を放棄して、竜王を倒せる、別の人間を推薦する、余生を陰遁者として過ごすなどの道を選ぶことは、できない。また、 映画面での質においても開始直後にいきなり竜王を倒すことはできず決められたルートストーリーに沿ってアイテムを集めてからでないと竜王の城へはいけないこのため遊戯に重きを置いていたそれまでの主流だったコンピューター RPG と比較して自由度が低いと表現するまたゲーム機の性能向上により1990年代中期よりゲーム中に ムービーやデモが挿入されることが増えたが、こういったものが長く続き、かつ、スキップ不可能だと、プレイヤーにとってはゲームを、プレイしているというより、見せられている、面、映画的要素が強くなり自由度が低いと感じる、可能性も高くなる。しかしながらこれらも、確一的なことではなく、ジャンルによってもゲームの自由度は左右される。概して、ロールプレイングゲームや、シミュレーションゲーム、 アドベンチャーゲームはゲーム目的やその手段をプレイヤー自身が決定できる幅が大きいが、アクションゲームやシューティングゲームは遊び方のスタイルは別としても行動できるアクションの種類に関しては自由度の幅が狭くなる。そのためプレイヤー選択など初期設定をきめ細かくしたり、ステージ選択を可能にしたり、RPG の要素を入れたりすることで自由度を持たせているものもある。 ただしいかなるゲームであっても、あらかじめプログラムされている範囲外のことはできない以上、前述の通り個人の主観、続編や類似作品の発売などの要因により自由度の感じ方は変わり得るものである。自由度はプレイヤーがゲームを選択する上で一つの基準となるが、自由度の高さは作品自体の評価の高さを直接は意味しない。 自由度の高さはそれだけプレイの幅が広いこと、やりがいがあること、繰り返しのプレイに耐えることを意味する。だが、裏を返せば、何からしたらいいのかわからない、何もできない、目標がないにもつながりやすい。マニュアルやチュートリアルを充実させれば、ある程度解消するが、時には帰ってマニュアルを読みこなすことなども含め、ハードルが高いと感じさせる原因ともなりうる。 実際問題として、前述、ドラクエにおいては、RPG というジャンルが日本において、馴染みが薄く、装備等やレベルの概念も理解できぬまま先へ進み、行き詰まる、可能性があるという問題にあたり、宝箱を開ける、扉を開ける等の基本行動によって初めて外に出る、ことができるといった配慮が組み込まれたことが、著書、漫画ドラゴンクエストへの道で語られている。 また自由度の高いゲームの制作には困難も伴う。結果が多岐にわたることは、プログラムコードの量や管理すべきデータも多くなることも意味し、結果的にバランスの欠如や想定外の動作、またその動作に伴うバグも発生しやすい。ありがとうございます。